ポケモンに出てくる一番のクソ親といえば？ゲイチスはクソ親どころか親のくくりに入れたくないので除外とします。サトシの父親。シルバーの父親はエントリー可能なのか。スモモの父。スロカスであの年の娘がろくに食えないレベルっておかしいだろ。ひどい時のルザミーね。ここに名前挙げられたら私には娘も息子もいないって切れそう。N はゲイチスがいなくても本当の親に。君が悪いからって森に捨てられてるからひどい。ただのモブのくせにゴミ親子でゲイチスとの頂上決戦始めてるスモモ父に笑う。まだスロカスだけならなんとかなった。明確に娘が飢えてるのがクソ。アニポケのタケシの親はなんかこう、ルザリーネやゲイチスみたいな規模の大きい悪事してないからこそ、現実にいそうな生々しさがある。結局グズマの親は毒なのかいまいちわからなかったな。人によっては虐待してたとか無関心だったとかの意見も見たけど、もう一度サンムーンとウルトラやり直すか。一番極悪なのスモモ父なのショーン。